東軍12勝、西軍3勝で迎えました20勝戦。東軍は宮城県佐々木栄光選手、教師7段。西軍は大阪府神崎博史選手、教師7段。佐々木選手は宮城県警察教養課勤務。神崎選手は大阪体育大学の教授です。ただいまの試合は。